ライオはトゥルー、あなたは信じる、ちばたり転がる都市伝説を送ってんで、どうもクッキーです。アンバサダーのトヨです。はい、2024年、うん、やばい、いつもやばいって言ってるよね急になんか改まってやばいって言われても、でも毎回やばいって言ってるやん。もういろいろあったわけじゃない、なんか不安を煽るなってめっちゃ言われてますよ。いやでも、結局来年もやばいんよ。まあ毎年やばいやろ。まあでも来年と今年が特にやばいっていう話で、まあ、まあそれはね、僕たちだけじゃありませんか、言ってんのは。そうそうそう、まあそういうことを言ってる人たちがたくさんいるんです。たくさんおる。小林さんでもたくさんの予言者たちを紹介して、はい、まあ、僕はチーム予言ジャーズって呼んでるんですけど、うん、各地域の最強予言者たちが2024年いろんなこと言ってると、うんうん、こいつらの言ってることを全部要約して共通項だけ出したら2024年当たる予言が見つかるんじゃないのか。これは確実でしょう。そう、じゃあ2020何が起こるかって言ったら、何が起こるの、例えばこんなことが起きるらしいんですよ。何、海を舞台にした国際紛争の激化、なんか海がって言ってたな前、海賊の時代がやってくるんですよウォーターワールドですか。いや、ワンピースって言ってよそこは確かに。で、あとはやっぱりいよいよ来ちゃうんじゃないかなって、グレートリセット。ああ、だからそういう災害的な部分とその経済的な面があると。そう、うん、あとは歴史的な訴訟が起きるんじゃないですか。まあ、そういうね、なんか結構共通して予言があるんで、そう話していこうと思うんだけど、はいはい、うん、まあ、今日ね紹介する予言者たちはね、ほんまにすごいメンバーなんよ。まず一人目がちょっとメンバーって何、その一軍とか二軍いるんですか。いや、おるよ。あ、そうなんや。そりゃ今じゃあ一軍から言っていくの。はい、一軍、はい、もう一軍というか、うん、これもう藤井聡太みたいなもんなんですよ、予言界の。よっぽどじゃないですか。はい、インドの天才少年アナンド君、予言者界隈のもうニュースターですよ。こんないいやつおらへん。いいやつ、うん、もうすごい、もうバチバチに当てとるし。で、全米最強の霊媒師ジョセフ・ティテル。ちゃんと異名から言うのめっちゃおもろい。そうですよ、この絶妙な表情でね、ポップな帽子もね被ってるんですけど、この人はやっぱ全米最強ですからね。このサムネだけ見たらさ、はい、異次元に吸い込まれるティテルみたいなもんや。ちょっとダメですよ、そんなこと言ったら。吸い込まれる。で、国民の半分がフリーメイソンと言われてる国のイギリスナンバーワン予言者クレイグ・ハミルトン・パーカー。最近サムネの力強ない、全員インパクトがすごい、顔の数年前よりも大きく表示してる節ある。そう、うん、で、こちらスペイン人のフェルナンド・ハビエルさん、うん、なんでこの角度なん。いや、もうスペインではかなり有名ですから。で、みんな大好きブルガリアのノストラダムスのパワーバンガさんちょっとみんな大好きって。いや、みんな大好き。何、みんな大好きって、はい、意味を、まあ、ということで、はい、この人たちを中心に今日は予言を紹介していくわけなんですけど、まあ、いつものメンバーやん結局。いや、でもオールスターないよ。逆に2軍とか3軍って誰いるんすか。いや、それ言ったら格付けしたらみたいなことになっちゃうから。ああ、そう。どうするの、3軍になった人から訴えられたら今さら、はい、というわけでね、あの予言ジャーズが見た未来という話をしていこうと思うんですけど、まあ、みんなもね、これからあったかくなってきたらやっぱ海行くと思うんですよね。はいはい、僕みたいに行かへんやつもたくさんおると思うんやけど、まあ、まあ、このチャンネルには、ね、人によりますから。でも海がマジヤバいっていう話なんですよ。はいはいはい、アランド君も2024年から2025年頃に海または海の近くで何らかの紛争が勃発する可能性があると、うんうん、ティテルさんも2024年海賊船が大きな問題になるやろうと、でハビエルさんはもう日本に特定して日本、東京、そして船というイメージが起きて事故が起きるという予言をしてるんですよ。つまりこれらの予言からきっとこれは南シナ海領有権問題が起きるんじゃないのかなと。今も問題になってるじゃん。いや、でもそれが紛争になってないだけで、もうもっとバチバチ。実際危険な海域ってのは南シナ海だけでもなく、うん、海に囲まれた島国である日本ってのはもしかしたら北海道の上の方も、うん、北方領土の方もなんか問題になるかもしれないし、うん、あの沖の鳥島の方もなんか問題が出てくるかもしれないし、現状さ、日本の領域の中にも外国の船来てちょっとトラブルになってますよね。いや、そうですよ、うん、だからもうトラブルだらけなんですよ、海の上は。そうで、実際海上保安庁がね、そんな海の平和を守ってるんですけど、公式ホームページで警告してました。お、見てください、うん、もうあっちこっちで海上バトルが繰り広げられてます海上バトル。はい、この海上保安庁によると、日本周辺の海域では中国、韓国、北朝鮮、そしてロシアとの問題は年々多様化していると、うん、全国各地でありとあらゆるも戦いが起きてしまってるんですよね、うん、俺さ、その海上保安庁とか他のね多国籍の船たちがどう攻撃してるの、もちろん銃撃戦みたいなの見たことあるんだけど、まあまあ、放水って何なんて最初思ったんですよ、はい、放水による威嚇みたいな、うん、結構映像見たらえげつなくて、人が押し流されてしまいそう、放水やってやんか。そうですよ、ポケモンで言うとハイドロポンプみたいな。そうそう、
すごい放水と思って。水圧えぐいっすね。えぐいなと思って。なんかホースの先をチュッてつまんでピューってやってやん、昔こうやってなんかバーってかけたり。あんな感じがあるとバシャーンって。いやほんまに。あれすげえなと思って。あのでかい風呂屋行ったらさ、うん、滝行みたいなのあるやん。うんうん。あれの100倍ぐらいの威力ありますからね。100倍。もう首折れてるなそれ。はい。それぐらいえぐい。うん、えぐいなあれ。実際尖閣諸島周辺の海域では中国なんかほとんど毎日確認されていて、うん、まあ、日本の領海もバンバン入ってきおるんで。なんでなの。自分たちの地域です言いたいから。いやそうやけど、もうやめて本当に。そうで実際2019年には日本の漁業取締船がこの北朝鮮の漁船に対して水域から出るように警告したところ、北朝鮮の船が急に接近し衝突して北朝鮮の漁船が沈没した事件もあったんで、じゃあそりゃもうこれやばいと、うん、なんなら台湾有事もこういったことが、台湾有事が起きて海がやばくなるよみたいな話も言われていて、でも今年1月に台湾総統選挙が行われたわけなんですけど、頼氏が当選したわけなんですけど、まあ、これまでと同じく台湾独立を目指す政治が継続されることになったと。はい、これに際し、まあ、日本が来使に、まあ、祝辞を送ると、中国は内政干渉と抗議していると、まあ、だからちょっと、まあ、様子はやっぱり良くないんですよね。で実際これに対してさらに日本の林官房長官は、台湾での民主的な選挙の円滑な実施に対して我が国はこれまでも祝意を表明していると強調ということで、まあ、ちょっと両国の緊張感は高まっているという状態なんですよね。実際緊張は中国と日本の間だけではなく世界を巻き込みつつあって、まあ、やっぱこの、まあ、日本っていうのはどうしてもね、このアメリカの軍事基地とかもあったりしますから、もうアメリカと中国の代理戦争に巻き込まれてしまうんじゃないのかみたいなことも言われておりますけど、はいはい、実際アメリカはこのハワイにて各国との軍事訓練も実施していて、まあ、結構やばいんじゃないのかと。11月からアメリカ主導で行われて、これまでにイギリスや対インドネシアの軍隊も参加していると。で中国が使うミサイルを迎撃するため、アメリカはミサイルをハワイからパラオに輸送してたりもするんですよね。結構日本の近くですからね。いや近いよ。で中国の南シナ海の脅威に向けてアメリカも着々と準備を進めていると、まあ、ということで2024年はこの海が舞台で実はとんでもないことが起きちゃうかもねっていう。ちょっとイメージつかないよね、海の上って。そう僕たちあんま海の上暮らしてないから。そうやね、どことどこがやってても分かんない部分ってあるじゃん。そう、しかも、まあ、流出した映像とかは過去流れたことありますけど、はい、やっぱ基本もう軍事機密、国家機密ということで隠されてるんですよね。そうね、なんかリーク事件あったね数年前に。そうかね、逮捕の人が正義感を持ってなんか公表したみたいな。そう、日本は今やばいことになってるっていう。そうだ、意外とやばさがみたいな緊張感が分かんないですよ、海の上って。本当にね、だからあらかちね、このヨゲンジャーズが言ってることも、うん、マジかもしれない、まあ、暗い話ばっかしてもしゃあないから、はいはい、ちょっと明るい話もしとこうと思うんですけど。はい、お願いします。AI がもたらす医療の進歩ということでね、やっぱ AI の時代来てるんですよね。実際医療革命はもうそこまで来てるんじゃないかなと。もう医療の夜明けですよ。これに関してはババンガさんも言ってまして、かつては不治だと考えられていた病気の新しい治療法や革命的な治療法など画期的な進歩が目前に迫っていると。特にアルツハイマー病患者には希望の光が見えているということで、世の中からアルツハイマーがなくなってそれはいいこと。で、まあ、パーカーさんも2024年には大きな医療の進歩がある。そして AI と結びついてがんの治療法が3年以内に見つかるだろうって言っているんで、だから医者にね、がんですって言われて、がんっていう人がいなくなるかもしれない。はい、言った人おるんかな。医者側は、多分、ほんまに言う人おるんや。一生、飲みの席で言うネタになると思うんやけど。まあ確かにね。うん。でも、これは、早よくなってほしい。特に、癌で亡くなる方って非常に多いわけですから、癌って結構、癌の家系とかもあるじゃないですか。もう、終わらすときもそういうの。そうなんですよ。でね、癌治療も、やっぱ癌になる人もめちゃめちゃ多いから、そのデータがめっちゃ溜まってると。はいはいはい、こういうのはやっぱ AI で分析もできるっていうことで、まあ、先進的な研究機関、医療機関では AI を応用することで、癌の早期発見すらできるんじゃないのかなと。おー、すげえ。で、癌ってやっぱ早期発見したら治るもんですから、はい、多くは。なんで、この AI の技術をそこにも活用していこうっていう話が出てるんですよね。で、バババンガさんの予言のように、2020年、富士フィルムと国立精神神経医療研究センターは、AI 技術を用いて、アルツハイマー病への進行を最大で 88% の精度で予測できると、まあ、かなりの精度ですよね。 88% って天気予報やったら大体雨ですから。いや精度高いことでしょ。はい、はい、90% って晴れた日見たことないもん俺。それはちょっと知りませんけど。はい、
このことからも、うん、ババンガさんやパーカーさんの予言のように、うん、2024年は AI によって医療の面が革命的な発表があるかもしれないなっていう、うん、まあ、なんでこのように実力派予言者たちが多くの共通の予言をしていることからも明るい未来が訪れるかもねっていう、うん、だから AI がついに、まあ、医療分野にもバン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 さらに入ってきて、うん、まあ、有効活用されていく時代が来るんじゃないのかなと。これあの AI がバン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 そうできちゃったら職を失うんじゃないですか、予言者の方々は。だって AI の方がより正確な統計を出せるじゃん、知識もあるし、うん、統計とかだけでできるんやったら予言者といらないんですよ。彼らは繋がってますから。はい、何？宇宙とアカシックレコードとでさっき言うの星の巡り合わせとかからね、で導いて伝えてくれてるんですよ。これ AI にはまだできませんから。はい、はい、あ、そうですか。予言者は不滅ですよ。でね、もういろんな予言があるわけなんですけど、うんうん、予言関係なく2024年太陽活動に太陽風に注意だとか、うん、まあ、依然として戦争が続く世界規模のサイバー攻撃が起きるといった、まあ、話もあって、はいはいはい、まあ、これもともと予言もされとって現実としてなっているんですよね、うんうん、でやっぱこのいつ起こんねんっていうのがよく予言では言われるわけなんやけど、知りたいよだって。そう、うん、まあ、それは例えば2024年4月までに巨大地震の連鎖が起きるかもしれないっていうね、うん、まあ、実際連鎖がちょっと起きつつあると、うん、で10月から再びパンデミックが流行するみたいなことが、まあ、あるわけなんですけど、最悪。これよりもね、やばい予言があるんですよね、うん、まあ、それがですね、こちらの女性の方が言ってるんですけど、覚えてますかね、この方。南米ベネズエラのビエイラ・ビデンデさん、はいはい、BB なんですけど、はい、ビエイラさんはですね、あのアルゼンチンの有名サッカー選手のマラドーナ選手の死をですね、はい、1年前に予言していたと。知ってますか、マラドーナ。すごいですよ、5人抜き。神の手とか言われましたけどね、最後監督もやってましたけど。すごいですからね、マジで。まあ、さらに、まあ、2023年2月の日トルコ大地震の後、いや、笑うとこじゃないですからね。はい、とてもよく知られている火山が噴火するビジョンが見えたという話もしておりまして、はい、で実際に、ね、その後2023年4月に、ね、ロシアのカムチャック半島のシベルチ火山が噴火するなど、でさらに記憶に新しい2023年12月にインドネシアのムラビ山やアイスランドの火山の噴火が相次いだということで、まあ、こちらもビエラさんは予言していたんじゃないのかとか言われてるんですよね。でそんなビエラさん2023年12月25日2024年の上半期に関する予言の動画を配信してます。やばそうやね、火山。サムネがやばない。ちょっとほんまか。いやほんまや。これ何このサムネ。いやだからそれが警告を出してくれてるんや。これフル CG、 これ見えてる未来をカード持ってるやん、うん、こっからこういう風にやってんだよって教えてくれてるんや、うん、このカード見ても何もわからんけどな、俺らは。わからへん。ホラーみたいな形やってますけど、これどういうこと？で、これは3つ以上の火山が噴火し、そのうち1つは非常に強力な噴火になると。まあ、日本もね、富士山の噴火来るんちゃうのっていう話もしてて、はいはいはい、まあ、実際2021年には富士山噴火に伴う影響を地図で示したハザードマップが改定されたりもしててね、まあ、国もやっぱ警戒しているんですよね。やばー。ああ、俺らの大好きな御殿場が。爽やかだけやん。いやいや、アウトレットも行くから。ほんまに炭焼きハンバーグみたいになってまうから。いやいや、笑い事じゃないよ。じゃあ本当だ、笑ってんよ、お前。確かに。いや、笑ってるから。まあ、ということでですね、うんうん、まあ、一方でこの火山の噴火の頻度はやっぱ地震と比べるとめちゃめちゃ少ないと。あ、見たことないやん、言うて富士山の噴火。みんな見たことないよ、江戸時代ですからね、最後。そうそうそう。で、もう大正大噴火からも100年以上経ってるんで、うん、やっぱ日本ってなんか阿蘇山ぐらいやなみたいなイメージでもあるんですけど、うん、現代とかね。あ、そうそう。でも日本ってやっぱ111個もの火山が存在してるんですよね、うん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 、これやっぱ111個っていうのも仕組まれてるんですよ、うん、どういうこと？ 1+1+1 は3ですから、うん、これ支配者層が好む数字になってしまってるんですよね。飛んでるからなんやねんそれ。じゃあ333にしろや。いやいや、それやばすぎるよ。日本なくなってる333個もあったら。111個やからまだギリギリ支配下コントロールされてるわけな。え、なに1と1と1を足して3にしようぜって言ってるやつら、ダサダサくないよ、そういうの昔からやってるんやから、みんな。なんでな。で、実際気象庁も24時間体制で観測し監視してる火山ってのもあるんやけど、富士山のお金も50個も観測してるんやって。あ、全部見てるわけじゃないのこれは。全部見たら大変やん。あ、そう。50個でも大変やのに。AI が見てんちゃうん。見てへんよ、昔からやってるんやから。日本はどこに住んでてもやっぱ噴火の危険度は常にあると。安全な場所ないってこと？いや、あるよ。どこ？京都とか。比較的安全よ。あ、そう。霞が関とか。へぇー。大体安全なんですよ、あの御所があるところは。あ、そう。でね、他にも最近先日2月14日あの鹿児島県の桜島がね、うん、爆発の噴火を起こして、うん、これもう 5000m の高さまで上がるという、はいはい、まあ、すごいことがあったんですよね、うん、で最も遠い場所は約40キロ離れたこの宮崎県の都城市でも火山灰が確認されたということで、すごい。実際桜島は1914年に20世紀国内最大規模といわれる大正噴火が起き死者58人を出したっていうね。うきつ、すごい。噴出した火山灰は溶岩の量が30億トンになって、すごいね。見てください、これはもう鳥居もこんな簡単に埋まっちゃったんですよね。これがそう
その後なん今。そうなんです。すごいね。これもう通常の噴火の10万回分に相当する規模だったそうで。10万回、そんな貯めるなと思うんですけど、うんうん、富士山も今貯めてしまってるんですよ。300年分のパワー貯めてるよね。座れへんのかな。そう、脂肪吸引みたいにね。そうそうそう、うん、分かる分かる。チュチュって、いやこれほんまにそう、ちょっとなんかさ毒の木じゃないけどさ、うん、そう、うっ血した時になんか張りパッて刺して血わざとダピューって出させてするやんか。あんな感じちょっと吸い出してできないのかな。なんか海の方からさいい感じに吸い出したらさ、道作ってね、海も陸地になっていくやん、うん、だから領土増えていくみたいな。静岡県めっちゃ長くなるみたいな。またもっと長くせんでいい。めちゃめちゃ長いんよ静岡マジで。あの東海道移動してると。そうね、もう日本って静岡でできてるんかなと思うぐらい静岡。確かに静岡は広いです。そう、長いですしね。長すぎる、はい、でね、まあ、実際この桜島で大噴火が起きてしまえば、なんと東京まで来るんじゃないのかってことも言われているんよね。えぐいね。うん、富士山の時はもう東京とかね機能停止すると言われてますから ね、 ね。というわけでこのビエラさんの火山の予言も、うん、まあ、結構当たってしまったら大変やなっていう。大変でね、じゃあ次歴史に名を残すスキャンダルの話しようと思うんやけど、歴史的な大事件が2020年あるんじゃないのかって言っている人がですね、はい、このルイーズ・ジョーンズさんなんですよ、ね。おー、イギリス人のルイーズさんは水晶玉を通して未来を見通せる超能力者で、はいはい、まあ、実際に2021年8月28日アフガニスタン空港で起きた爆破事件を事件の5日前に予言してるという。いえ、内部リークあったとかやめてくださいね。この人が疑われちゃいますから。予言ですからね。でルイズさんは8月23日にライブ配信を行った際に、空港のそばには罠があるから近づかないようにと何度も警告しているんですよね、うん、で実際2023年12月30日に配信されたルイズさんの YouTube 動画内の予言の中でも、的中したんじゃないのかってことも話題になってたんですよ。だから何このサムネ。だからどういうセンスなんこれ。この鳥何、ブラックスワンですよ。でこれ何が何書いてるじゃないですか、カミングってやってくるんですよ、ブラックスワンが。あれですか、白鳥、美しい白ですけども、タンカーとかのオイルが流出して黒くなってしまってますっていう感じですか。いや、もっとヤバいこと言ってる。何言ってんのこれ。これ、日本の周辺に大きな衝突が来るっていう、 4.5 や 5.6 という数字が見えるっていう。これが4月5日とか5月6日なのかがよく分からへんけど、4月5月かもしれないしね。そうそうそう、うん、ただこれ他にも56っていう数字から、まあ、実は JAL 516便やったんじゃないのかっていう。1どこ行ったの。そう言ってる人はいたんだね、まあ、さらっといくんやけど2024年は歴史に残るような大きな出来事がまだ起きてしまうんじゃないのかってことも言っていて、まあ、このさっき言った 4.5 とか 5.6 にも気をつけないといけないなって思うんやけど、それ以上にヤバいのがこの歴史的な訴訟なんですよね。何それ。これは最大規模の政治的な訴訟が起きると、うん、テレビで放映されて世界中のニュースになり、パンドラの箱を開けてしまうようなことになるわっていう。なるわってなるわって、うん、まあだからね、うん、まあ、トランプがこの不正選挙があったんじゃないのかとか、はい、ね、ローマ法とかもいろいろ言われてましたけど、うん、まあ、政治的にはとんでもない訴訟が起きてしまうんじゃないかと。なるほど。で実際ルイーズさんのこの2020年の未来はこういうふうなことが起きるってことを言うてるんですよ。過去には政治に関する歴史的な訴訟っていうのは、まあ、ウォーターゲート事件っていうのがあるんですよね、うんうんうん、こちらはですね1972年アメリカ大統領選の最中、今も今年もやりますけど、まあ、当時の大統領だったリチャード・ニクソンがですね、自らの再選のために元 CIA の工作を使い、民主党本部に盗聴器を仕掛けようとして捕まったことから始まったんですよね。映画の話なんですよもはや、ね、で最終的にニクソン元大統領は辞任するってことだったんですけど、まあ、大統領が辞任するのはアメリカ史上初ということで、まあ、歴史的な政治スキャンダルになったんですよね。すごいね。はい、まあ、辞任するだけでね歴史的なスキャンダルになったら、もう日本のね一時の時期とか比べたらもう大変なことになっちゃうんですけど ね、 ね、うん、まあ、でもね、まあ、それぐらい当時の世界のインパクトも与えたんですよ、うん、でじゃあこれ2024年大きなスキャンダルなんやねんっていうと、うん、もしかしたらこのバイデン大統領が関わってくるんじゃないかとか言われていて、まあ、2022年から2023年が来て副大統領時代の機密文書が自宅や個人事務所で見つかってるんですよね。何で見つかるん、なんでシュレッダー書けへん機密文書、ね、なんでこんな残してるん、そのなんか昔のさ学校の成績表みたいな感じで。結構ほら機密文書がこうやってなんか確保されちゃってさ、機密っぽいやん、赤いしぽいな、うん、でこれはアメリカの世論調査では7割以上の人々が深刻な問題とも思ってる。そろそろもう調査せんねんよ。当たり前やん。いやいや、やばいやばい。逆に3割はどう思ってるんこれ。興味がないかもしれない。でバイデン大統領のこの機密文書保持は、うん、まあ、良くないやろっていう。だからこれ11月のアメリカ大統領選にも影響が出るんちゃうのと言われて、さらに2023年4月にはトランプ前大統領も問題が発覚と、うん、これもね機密文書の入った箱を自宅に保管していたということで、しかも一箱とかじゃないんですよね。めちゃくちゃ山積みになっとるやないか。あの引っ越しで一生使わんやろうっていう段ボールを家の端に置いといたみたいになってる。いやこれほんまにそれ入ってるこれ。いや分からへん。いやこれほんまやったよ、どう
化してるよこれ。だから友達とかにトイレ貸すときに、うん、これ中見られとったら大変なことになってる。ちょっとトイレットペーパーないわ、ちょっとここから拝借しよう、えこれはケネディ暗殺のみたいな。そうそう、あ宇宙人ってそういうことやったんみたいな。いやこれもう隠しなんですよ、見られるようにやってませんかそれ。うん、まあ、でもこれ実際初公判が開かれる予定で5月20日に、うんうん、もしトランプさんが有罪になってしまったら自主大統領の流れもめっちゃ変わっちゃうし、まあ、言ったらここから先はどんだけ相手陣営 の, その崩せるかみたいな勝負もありますから、こんなんもっと出てくるやろうな。でもさ、うん、これさ捏造するに結構きついで、うん、いやきついよ。そのバイデンの方はさ、うん、直前に持ち込んだらさなんかできたけどさ、これは気づくで。いやでもねこういうこと平気でしますよ向こうのシークレットサービスは。確かに、うん、でね予言としては、うん、2、12、3、4という数字を伝えるわねと。これは日付かもしれないし月かもしれないと。結構 4ヶ月も言ってる。2月はもうほとんど終わったからね。これずるくない？であとは20日、ね、21日、12日、そして13日は歴史に残ることになるわよと、うん、伝えるわねって、はい、でさらに3月と4月に強く惹かれるということなんで、うん、まあ、実際13って、まあ、支配者層が好む数字ですから。だから好む数字って何やねん。でもやっぱ13とか11の時って結構大きなことが起きやすいんですよ、まあ、だからね3月と4月の13日とかは気をつけてた方がいいんじゃないのっていう。あ、そう。世界を揺るがすとんでもないことが起きちゃうかもねっていう、はあはあはあ、結局、うん、これもうみんなヤバいよってこと言ってんのが、うん、2024年、うん、あるんですよ。何？目前に迫る大いなる終幕、もうフィナーレなんですよ、ね、今夜これですね、うん、あのマランド君、ティテルさん、パーカーさん、ハビエルさん、ベイラさん、ルイーズさんのみんな言ってるんですけど、最後なんかスタッフローみたいになんなん、はい、もうグレートリセット起きちゃうよっていう、うん、みんなが経済の悪化とかグレートリセットを言うてるわけなんですよ。それ言うときゃいいと思ってないみんな。いやいや、でなんか良くなったら私たちが祈ったおかげだね、逃げられそうや。いやいいやん別に、大体マイナスなこと言っとく方が注目されるし、まあサムネ見たら分かるよね。ちょっとねその内容を全部見てないから、うん、僕はそのどうなのか分かりませんけど、はい、結構センセーショナルなサムネ作ってますからね。ブラックスワンはよく分からんかったけどね、なすすべなしシリーズで人気シリーズなのかもしれない。ブラックスワンそんななかったよ賞味。あ、そう、はい、残念ながら、まあ、というわけでね、やっていこうと思うわけなんですけど漫才の入り方なんやそれこのグレートリセットが起きちゃうよっていう話なんですけど、はい、まあ、これグレートリセットってそもそもなんやねんっていうと、うん、まあ、そもそもダボス会議っていう世界の行く末を決めるっていうヤバい会議があるんですよ。あくまでも都市伝説ですよ、はい、会議は実際にあるんですけどね、はい、まあ、でもね、うん、その参加者っていうのが、うん、もうそれこそジョセフ・ティテルじゃなくてだからガーファのね、あ、そうそう、ガーファの人たち、社長や役員とかね、その世界を結構その経済的にも、うん、動かしてしまうぐらいの影響力ある人たちが集まってたりもするんです。そう、はい、ジョセフ・ティテルって言った、はい、じゃ一番多分正確だと思うわ。そう、ティテルが言ってる、ティテルは言ってあの誰かがティム・クックと間違えたよ。あ、そう、あ、そうだ、そりゃそうだね、はい、うん、まあ、で実際その2024年経済について注目されているっていう話もここで出ていまして、うん、この世界経済フォーラムとかの中でも、でその予想しているのが伝説的な投資家としているレイ・ダリオさんなんですよね、うん、確かに伝説的な投資家っぽいわ見た目でしょそれは。もう儲かってるもんこの人絶対。いやそれ儲かってるからここにいるんちゃうか、うん、マーケットマジシャンって呼ばれてるよ多分すごくてこの人500年の長期的な歴史変動サイクルを分析することで2008年のリーマンショックなどのこの変動を予想し的中させたっていう、まあ多分投資家よりノストラダムスなんですよね。いや投資家の言う予言は結構俺信じられる気がするなそれは経済的な面ではね。でそんなダリオさんは金融危機の懸念、国内秩序の変化、米中などの国際的な対立の激化、自然災害の悪化、テクノロジーの進化という5つの事態を今世界が大混乱に瀕しているという理由として挙げてるんですよね、うん、で彼のシナリオ通りならアメリカは戦争などで財政の支出を増やすことが引き金となり、うん、アメリカ経済は本格的な不況に突入すると。さらにダリオさんは過去数十年間に慣れ親しんだ秩序ある方法で物事が動くと思い込んでいる人々はこれから起こる変化に衝撃を受け、おそらく切るつことになるのは間違いないってこと言ってるんで、ダメチャンス。そんな、まあ、だからやっぱ既存のシステムをリセットするという、まあ、グレートリセットみたいなことも言うとるんですよね。やっぱのリーマンショックすら的中できたこの経済予測のプロのこのダリオさんが言うから、うん、ダリオさん、で他のダリオさんって発音、はい、予言者の方もダリオさんみたいな、はい、もういいや発音に関しては他の預言者に関してもまあバチバチに言ってまして、うん、キテルさんも、はい、10月は経済状況の悪化が予測されることから住宅市場、金銀、貴金属の市場で過去最悪規模の下落が起きるとか、ハビエルさんも9月10月あたりからアメリカの経済状況が不安定でドルの価値が低下するとか。これさ風説のルフにならへんの？これは危ういですよ。これはだってしかもお金取ってやってたりもするでしょ、うん、ちょっと金商法的にも良くない気もするし。そうよな、わかんないです。それはわかんないですけど、まあ、向こうの法律は知らんからね。多分預言界隈も
ちょっと具体的なこと言わな数字取られへん世の中かもしらんで、まあね、そ場所言わなあかんとか経済的なこと言わなあかん数字取れませんみたいな、ちょっと苦しんでんちゃうか予言界隈は。まあ、でも、うん、みんななんか2025年に向けて経済悪化していくよみたいな。いやそれはなんか大体誰でもわかるじゃん。こっから良くなっていくって方が難しいじゃん今は。いやいやでもほらアップルの株価とかバチバチ上がっていってるし、特定の企業は儲かんのいつもの通りやけど、普通に暮らす人たちにとってみてそれがどうかって話でしょ。まあね、変わってへんよ日本に住んどったら。ちょっとさ、ほらノストラダムスの時代はちょっとなんか私的なことを言っといて後でなんか答え合わせしようねみたいに許されてた時代でも、今具体的に言わない予言者界隈でなんかはみごにされるみたいなさ、まあね、厳しい世界なんかも知らん。厳しい、うん、誰も言ってへん。アングルモアとか。そうそうそう、アングルモアって何。そういう感じなんやけど、まあ、2020年このアメリカ大統領選目前にかけて10月頃から経済が悪化していって、まあ、そこからグレートリセットがどん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 加速していくんじゃないのかっていう話なんですよね。まあ、でも希望は捨てないでほしいんですよ、うん、実際クレイグ・ハミルトン・パーカー氏もですね、ここが世界のターニングポイントやと、こっから世界は良くなるって言ってるんですよ。ステルさんも2024年には経済の変動や権力争いがあるかもしらんけど、うん、人々は変化を起こし前進していくって言ってるんですよ。なるほどね。この予言者の予言の中には2020年世界を滅びるみたいな発言もありませんから、うん、まあ、基本的にね、なんかバーバーカさんとかもね、なんかこの先の未来は良くなろうぜみたいなことを言ってる人が多いんですよね、うん、まあ、だから2030年ぐらいから多分幸福の世界が始まってくるわけなんですよ、うん、耐えろと、苦難の時代なんですよね、うんうん、そういうことです、うん、ということでこのヨゲンジャーズの2024年の予言だけを抽出したら今年起きることが高確率で当たってるんじゃないのかっていうことを、うんうん、まあ、話したわけなんですけど、これの答え合わせはまた年末します。はい、みんな当たってると思います。いや当たってんじゃない。だってさ、こんだけさ日本のね海域でトラブルも起こってます、うんうん、ね、でこんだけ経済も今悪化してます。もうすでに当たってんのよ。だから当たってることを言ってるだけなんよ。違います。じゃあさ、うん、もうナスダック空売り、ほうほう、バチバチに儲かる空売りね。だからそういう発想が余計におかしくなってくるでしょ。だから良くないと思うんですよ。あ、そう、そう、みんなで預言者界隈が一致して上がっていくって言ったらみんな上がってる。だって買う、買いが入るんやもん。だってだからそれも良くない。そうやな。でもみんな下がる下がる言うてるから、この中で上がるっていうやつが一人でもったらこいつ一人だけ勝ち抜けできるかもしれないよ。まあまあそうやな。ね、でもみんな下がるって言ってるし、それに乗った方がいいんじゃん。儲かるかもしれない。儲かるって何。もうちょい、もうちょい、カード止まって大変やねん。なんでカード止まってる。早速分からん。せっかくねクレジットカード作れるようになったのに止まった。はグレートリセットされてる。グレートリセットされてる。かわいそう。カードリセットされちゃった。かわいそう。悲しいね。はい、はい、それでは See you。 バイバイ。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り夜空に飛び立つ心象のストーリー。